さあ、どんなクイズが出るか。プライベートなクイズをですね、岩田選手にご用意していただきました。はい、これ私一問目は答え知らないので、はい、岩田選手に正解を言っていただく形になりますので、はい、わかりました。では第一問、はい、平田選手の好きな女優は誰でしょう。はい、これは難しいな。難しいですよね。で、どういう感じなんですか。手を挙げて当てる感じですか。手を挙げて当てていただいて、はい、当たります。ヒントあります。ヒント、ヒント、ですね、じゃあ第一ヒントいきます。はい、名古屋のあるところが映る CM に出てます。え、あるところ。あの似たものですね。はい、似たもの。木村文乃。あ、正解です。すごい、大事に。すげえ。おめでとうございます。すごいですね。では、お答えいただいた方にね、はい、平田選手からプレゼントが、はい、また色紙、選色紙ですね、先ほど書いていただきました、はい、選色紙をですね、プレゼントさせていただきますが、はい、もう出てこってますか。直接、お渡しさせていただきます。そうなんですね、あの木村文乃さんがね、はい、あのすごい好きなんですよ。何きっかけですか。あのマザーゲーム。マザーゲーム、はい、あれ面白かったですね。あの楽しかったです。結構ドロドロでしょ。結構ドロドロです。そういうのが好きなんですか。はい、またね、あれがね、自分の子供をスクール入ってるから、はい、あの重ね合わせてましたね。まさにそうなのって聞きながら、そういうこんな感じで大人の世界は怖いなと。いや、思いましたね。思いました。はい、男の世界はどうなんですか。いや、男の世界はね、まあネチネチしてる世界もありますよ、男の世界。はい、でもまあ基本的にはこう、まあ、自分で言うと、はい、あの喧嘩とかしたら、はい、学校とかで喧嘩とかしたら次の日に、よう、およ、もう忘れて、もう忘れてゼロになる感じ。さっぱりな感じ。そういう人の方が、ね、多いかなと思いますけど。ここに並べます。はい、ありがとうございます。第一ヒントで大正解されましたお兄さん、はい、ありがとうございました。じゃあ第2問、はい、今平田選手が気になっている映画は何でしょう。はい、これは難しい。はい、そう、はい、答えていただきましょうか。あ、じゃああの人、2階の、はい、スターウォーズ。残念。違うんですね、これがまだ。ヒントいきましょうか。はい、第一ヒント。第一ヒント、まだ公開されてません。はい、まだです。はい。はい。はい、いいですか。え？いいですか。はい、はい、はい。信長コンチェル。コンチェルト、正解。すごい。すごいな。一番最初に入ってて、ね、いや、まあ、これがですね、あの、はい、僕ドラマ見てまして、あ、ちょっと日本語。あ、そう。どれか。どうする？友達にあげる。日本語大丈夫ですか？いいの？え、友達にあげていいですか？いいですか？ありがとうございます。平田選手の方、優しい方ばかりで。ドラマ見ててね。はい。めっちゃ今気になってますよ。はい、23日やったかな。23日公開の、はい、信長コンテンツ。10時取り終わった後にイントロまで。ミッドランドスクエアですね。はい、お友達に、はい、ありがとうございます。見事大正解です。こんなに早く当たると思わなかったですね。そうですね、もっと時間かかると思ったんですけどね。はい、なんかもっと難しい問題の方がいいんじゃないですか。これもっと難しい問題食べましょう。いや、これもでも当たらないでしょ、さすがに。大丈夫ですか。一回行ってみましょう。一回行きますか。はい、じゃあ第3問、お平田選手の好きな食べ物は何でしょう。はい、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 じゃあ、いっちゃったら、はい、焼きそば。うーん、一番これがネットの怖いところですよね。平田選手の好きな食べ物、焼きそば。はい、
ネットではよく言われてます。でも違うんですね。じゃあ上の子、はい。うん。たこ焼き、そうそう、大阪やからね。でも違う。はい。これヒントなしでいきましょうかね。じゃあヒントなしでいきましょう。はい。じゃあ、はい。え？イカ焼き？人参？人参が、まあ、ぶら下げられたら頑張る方やけどな。違うねんな。これは水やろ。じゃあ、あ、じゃあ、少年いきます。うん、少年。うん。ポップコーン。納豆。納豆も好きやけどな。一番ちゃうねん。残念。じゃあ、少年、赤色の飲み物持った男の子。叫んでよ。お好み焼き、うん、お好み焼きもな、大阪のな、うん、美味しいね、ゲマーレスイーパーでも違う。じゃあ、6番のユニフォーム着たちっちゃい女の子、はい、で、切れたの。さっきの幅が全然出ました。お寿司正解、すごい。はい、じゃあ意識してくれないですね。そうなんですよね。いっぱい考えたんですよ。やっぱこの質問って出るから、はい、自分の一番好きなものって何かな、うん、お寿司ですね。一番好きなネタは何ですか。小肌。小肌、渋いですね。はい、ではありがとうございます。その方のお姉ちゃんを提示してくれたお姉ちゃん。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。結構なんかみんなすぐに答えてしまいますよね。すぐに答えますね。本当ですね。でももっとわからないと思いますけどね。結構難しいかなって最初ね、用意した時はね、言ってたんですよね。英語は絶対わかんないかなって思ってますけどね。英語ね、よく当たりましたね。じゃあどうします？問題、はい、問題します？じゃんけんいきますか？じゃんけん大会では移らせていただきたいと思います。はい、方たちにメッセージをお願いしたいと思います。はい、平田亮介の、今シーズンの抱負はですね、まずはやっぱチームが優勝することを、はい、抱負としてやって。はい、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。僕自身はですね、このシーズンからキャプテンになって、チームを引っ張っていく立場に、位置づけられましたので、もともと引っ張っていくっていう気持ちを持ってやってたんですけど、改めてキャプテンになって、チームを引っ張っていくっていう気持ちが強まりましたので、チームを引っ張っていって、チームを優勝に導いて、自分の力でチームに勝てるように頑張りたいと思います。ぜひ皆さんにはですね、テレビで見ていただくのもすごく嬉しいんですけど、結構球場カンコドリ泣いてます。結構寂しいです。ぜひ球場に足を運んでもらってですね、外野席も内野席もみんなで、応援して、僕たちベンチも盛り上がります。球場も全体で盛り上がって賑やかな球場にしましょう。皆さん今年も応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました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 。最後にですね、もう見ちゃいました、申し訳ないです、はい、ですね、明日の中日スポーツの紙面に載る写真を皆さんと平田選手で撮っていただきたいと思います。